はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリッキブロークです。私たちは今日喫茶マウンテンに来てます。名古屋で有名な名物喫茶です。めちゃめちゃ有名で、何で有名かというと、めちゃめちゃ変なメニューがあることで有名です。テレビでも何回も取材をされている、愛知県民だったら一度は聞いたことがある、ぜひこの動画で紹介したいと思います。はい、行きましょう。はい、では席についてメニューを見てます。写真がないけど大きいよね。めちゃめちゃいろいろあるね。ご飯系のメニューとパスタ系のメニューで、めちゃめちゃいろいろある。で、デザート系のメニューもめちゃめちゃある、ね、いくつか本当に変なものがあるね。サボテンピラフとか、名古屋林とかね、まあ、バナナライスって何かわかんないけど、バナナライス、バナナライスって感じ。すごい合うのかな、ライスとバナナ。合わないんじゃない、わかんないけど、まあ、そういういろんな不思議メニューがある、ね、喫茶店です。いや本当になんか、あの、読めば読むほど面白いことが出てくるみたいな感じだね。米物とスパゲティがある。米の中でトマトベースの米とか、和風丼物、ホワイトソース、雑炊。雑炊もこれメニューがいっぱいあるけどさ、写真がないからさ、わかんないね。で、名前もなんか独特の名前つけてるからなんかよくわかんないそうだね。で、スパゲティもホワイトソースがあって、トマトベース、和風で、スープがあるよ、スープスパゲティ。スープスパゲティ、スープスパゲティ冬にめっちゃいいかも。で、デザートでかき氷とパフェで、ドリンクもめちゃめちゃメニューいっぱいあって、うん、ジョッキコーヒーとか、ジョッキ、こんなんで来るんじゃないブランデー入りだよ。なかなか朝起きれない人向けって感じ。名古屋コーラとかもあるの。名古屋コーラって何、わからん。ちなみにスパゲティの中で甘口って ありましたよ。甘口スパゲティ、甘口のスパゲティって何。これが喫茶マウンテンでめちゃくちゃ有名なやつだねそう、テレビによく、あの、出演されるけど、抹茶オグラスパゲティとか、バナナスパゲティとか、どういうことなの。それはでも食べたいね。ドイツにスパゲティアイスがあるでしょ。ある。スパゲティの形にしたアイスだけど、ここはスパゲティをデザートにした料理だから、甘くすべきかどうかは今日はチェックしたいと思います。すいません。名古屋林一つと、名古屋林が一つ、はい、とミートボールナポリタン一つ、ミートボールナポリタンが一つ、はい、とりあえず以上で、はい、ありがとうございます。もう声が出ない。あの、言いたいことがあるんですけどミートボールナポリタン食べれないよ、がたか。あれ、なんかメニューにさ、ミートボールナポリタンは小さめですって書いてあるよね。マークがあるものが小さいサイズとなりますって書いてありましたけど、これ普通のお店だと大盛りとなりますって書いてある。ではでは、いただきます。いただきます。名古屋林はハヤシライスだね。ああ、美味しそう。めちゃマッシュルームとかいっぱい入ってて、名古屋の要素がどこかわかんないけど、私もわかんない。名古屋林、食べきれない可能性が普通にあるよ。めっちゃ大盛りだ。じゃあいただきます。食べ始めましょう。ハヤシライス、じゃあ高場最初に。うん、ハヤシライスめっちゃ美味しい。うわ、味濃名古屋だよ。名古屋は味濃いでしょ。名古屋林って味が濃いハヤシライスってこと。そうだね。すっごい味濃い。うん、本当だね。俺ハヤシライスめっちゃ好きだから。本当に美味しい。なんかお肉もでかいお肉で、焼いたお肉が入ってて、ね、あとオニオンと、うん、マッシュルーム、うん、トマトの酸味もすっごい効いてる。めちゃめちゃなんか、ね、甘いというか、そのトマトの濃厚さ、トマトパンチがすごい。じゃあこのナポリタンちょっと食べてみるけど、まずさ、麺がさ太いよね。そう、それが名古屋の
名古屋の太麺って感じだよね。そう、パスタの。うん、もっちりしてる。見て、もちもちの、こんな太いで、なかなかなくない、こんな太さ。トマトソースって感じ。うん、ちょっとピリッとする。もう胡椒が効いてる。そうで、いろいろ入ってるでしょ。ここにまたマッシュルーム、トマト、オニオンとミートボール。トマトベースのパスタなんだけど、胡椒が効いてるからすごいパンチある。うん、ミートボール柔らかね。まあ、名古屋の人はさ、このさ、麺の太さに慣れてるからいいけどさ、他県から来た人はさ、うどんってなるかもしれない。これうどんじゃんってなるかもしれない。わ、うん、やばいよ、タカ。もともとさ、ご飯食べてデザートパスタを食べて、デザートパスタ食べようと思ったけど、パフェも食べて、食べれるか分かんなくなった。飲み物も飲んで、でもデザートパスタは食べたい、この後。これすごい、このミートパスタ600円だから、ね、小さいサイズって書いてある。小さいサイズじゃないじゃん、大盛りサイズって書いてもらえるね。ね、で普通のメニューは特大大盛りサイズって書いてくれないと、甘口抹茶オブラスパー1つください。はい、失礼します。ありがとうございます。これですよ。スパゲッティが抹茶緑で、生クリームがあって、真ん中にあんこが乗って、ちょっとだけ色付けにフルーツがちょんちょんって。じゃあちょっとこれを食べてみるよ。こうパスタをいつも通りにこうして、それに生クリームをつけて、あんこをつけて食べるよ。新しいエクスペリエンスですね。面白い食感、あと抹茶が温かい、生クリームが溶ける、とりあえず全部が甘い。抹茶を練り込んでるのかね。なんか焼いたと思うよ、あのこうフライパンで抹茶で温めたと思うよ。あ、そういうこと。うん、おいしくない。ありがとう、さっき言いたくなかったけど。なんだろうね。普通のあったかいパスタに抹茶を練り込んだのが合わないのか、生クリームが入ってるから合わないのか。でも抹茶パスタってよくあるじゃん、あの抹茶のそばとかさ、その風味が入ったそば、そういうのって美味しいじゃん。でもあれ 甘くないから。でも何が悪いかっていうと、甘さが悪い。そのあったかいパフェに生クリームがポンって乗って、こうなんか生ぬるいあったかさが入ってるのが良くないんだと思う。なんだかインスタ映えとかさ、その SNS 映え的にはいいかもしれないけど、もう話題になるっていうことだね。もう一回来て食べたいかっていうと、そう食べたくない味。全く。まあでもこれが正直なね、食べた感想だよね。デザートと思って食べた方がいいのか、食事と思って食べた方がいいのか。どっちでしょう、ね。なんか中途半端。そう。じゃパスタが冷たかったらまた逆にうまかったかもしれない。デザート感に振り切って、冷たいパスタにしてもらって、冷製パスタの。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。キッサーマウンテンは、まあ、本当に変なメニューで名物になってるのが分かりました。これはね、テレビで取材されるわ。すごいね。他のテーブルにもかき氷だとか、めっちゃでかいフロート、めっちゃでかい、とりあえず全部めっちゃでかいという。皆さんぜひ来て自分で体験してみてください。はい。で若い子が多いかもね、大学生みたいな子が多いんで、安くて大盛りで味が濃いから、うん、ね、ちょうど青、めちゃめちゃいいかもしれない。大学近くにあるでしょ。そう、近くにも大学いっぱいあるから。お疲れ様でした。
出てきました。食べましたね。お腹もういっぱいですよ。いっぱいいっぱい食べました。私はあの名古屋林がめちゃめちゃ美味しかった。うまかったね。味が濃くてめっちゃ、ただ量が多い。喫茶マウンテンはちなみに名城線の矢事二席から9分ぐらい歩いての場所にあります。駐車場もでかくて車で来ても全然止められます。はい、私たちは今から帰ります。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。